ドンブルトンでーす。今回は TCSG の壁破壊能力が向上したということについてやっていきたいと思います。あと裏技ですね。また壁破壊すんの？何回動画でお前紹介してんだよ。もう真理教えてやる。みんなそうやって文句言ってるやつ多いから。あのな、このゲームの裏技なんか壁と鼓膜壊しとけば裏技成り立つんだよ。もうどうにかなっちゃうんだよっていうことをね、小技そんなもんでできちゃうということをね、皆さん忘れないでください。覚えとけば俺みたいなこと簡単にできます。まああとね、あのちょっとこっそりね、あと裏技ってサブに今日紹介するんですけど、あの裏技をね紹介します。これの 100% 壊れないカイドのあの裏技ですね。はい、これあのサブで紹介するんでね、別にメインではなりません。はい、これ強いですね。いや、これをすることによって壁が絶対に壊れないんだよ。まあ、この裏技はサブです。うわ、間違えた、俺テレビって殺しちゃった。やば、間違えた、俺商売道具壊しちゃった。なんか俺ゴブリンみたいなこと言ってる。人間脆すぎ、握ったら壊れちゃったみたいな感じで言っちゃった。俺ゴブリンかもしれない。ちょ、俺商売道具殺しちゃったよ。あいつしか壁壊せねえのに。あ、っていうかみんな思ったと思う。なんでお前裏技サブみたいな感じで紹介してんだよ。なんでお前ビビってメインっぽく裏技っていう風に堂々と紹介してんだよって皆さんね、思ったと思うんですけど、俺言われたんですよ、リスナーに。あるリスナーに脅されてるんです、今。お前裏技って毎回動画でムカつくし、うるせえんだよ、お前。裏技、商標登録しますよ。DM が。ダイレクトメールが届いちゃったんですよね。もう俺それでビクビクしちゃって。どうしよう。僕、生計立てられなくなっちゃう。ご飯食べられなくなっちゃうと思って、ビビってるので、裏技、商標登録しないでください。あの、俺の被害が最悪な状況になってしまうので。はい、ということでね。あ、いる。あ、知ってるこれ。あとね、威力もね、あ、そう、あとね、この武器ね、威力減衰なくなったんだよ。そう、もう一個伝えようとした。壁破壊能力がめちゃくちゃ向上したっていうのと、あの、距離減衰が、うるせえ、距離減衰がほぼないから2発で倒せるんだよ。いくぜ。あと一発だな。ほら、強くない？っていうね、この TCSG の武器紹介と、今回、カイドの100%バレない裏技を、あの、サブでね、教えます。サブですよ、サブです。はい。もうみんながね、ちびるレベルの裏技を教えてやるよ。いや、この裏技見た瞬間にみんな放尿すると思う。ガチで。これ見た方がいい。いや、これを見たら、裏技って言葉をガチで商標登録しようかってみんな考えると思うね。裏技商標登録してお金稼ぐぞーってなっちゃうよ、みんな。ほら。いくよ、ここにカイドつけんじゃん。なんか適当でいいよ、あそこの位置。カイドをあの位置につけると、なんとですね、サッチャーがいなかったら絶対に壊れないんですよ。で、どこがビリビリするかっていうと、ここ。やばくない？このポジションね、ランクで絶対勝てるよ。だからみんな、サッチャーバーンした方がいいよ。サッチャーバーンして、カイド使ったら、絶対に大丈夫だし、ランクでサッチャー使うやつなんていないから。サッチャーってね、このゲームでも世界一つまらないオペレーターだから、もう使ってるやついたらもう本当に、このゲーム絶対楽しんでないやつだから。ランクは、僕の承認欲求を満たすためのランクですね。っていう感じだから。絶対楽しんでない。承認欲求を満たすためにランク上げるぞー！ FPS 女子引っ掛けるぞーっていうね、そういう思いのあるオタクくんがサッチャー使ってるから。ランク上げるためだけに、ゲームを楽しむという目的では、あのキャラ使わないからね。ちょっと待って、なんか来てない？なんでサッチャーいんの？ EMP 使ってんだけど、やめて、ほんとに。もうこれ壊された段階でもうみんな泣いちゃうじゃん。なんだよ、サッチャー持ってきたら開いちゃうじゃんってなっちゃうよ。もうみんなの放尿止まっちゃうからやめて、サッチャー投げたら。みんなの感動返してよ。でも絶対すごいと思ってたよ、みんな。うわぁ、すごーい、ビシャ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 ってなってた。もう切ったね、ほんと。何言ってんだよ。もう俺25なのに。ワンタップかっけえ。ワンタップモンタージュ作っちゃうよ、これ。いや、ほんとに。いや、かっけえな、俺。ラペってんな。おぉ。ちょ、おぉ。やば、反射的に言うようになっちゃった。もうなんか回復した。おぉ、おぉってなっちゃう。てめえ、何勝手に不法侵入してんだ。はい、2発。これ、あれだから、当たってんのは2発だからね。ぶっ壊したけど。あ、これみんなね、C4 はね、
壁貼り付けしとくんだよね。そうすると相手、あ、これ入ったら死ぬってなるから、窓封じの時に C4 置いとくのいいよ。来た、ラペリングしたから。シスヤオさん、相手がラペリングしてきたから負傷は殺した。負傷はね、ギリギリまで生かす。どうせ起こしに来るからね、味方。また同じ戦術で殺すぞ。あいつが着地した瞬間にエイム置く。いや、早くしろ。来た。これで俺はまたワンタップするからね。これ外したら右の穴から見る。もう俺の完璧な戦術。ちょっと待って、ドローン来た。一回こうやってエイム、これドローン見られて、あ、こいつエイム置いてないと思わせといて、エイムを置く。早い！当てた！あと一発。この人絶対 HP 半分になってる。ガチガチガチ。これ、このゲームは、ね、固定ダメージだから。リップ、ロン、リップ。お、弾切れるね、そろそろね。バカ、お前考えて銃撃てよ。で、皆さんね、感じると思うんですけどね、俺はね、思わなかったんだよ。まあ、これも戦術だって、俺思うんだよね。普段からお前持ってんのか、機関銃に対して。いや、思ってません。やめてください、本当に。やめろ。俺、このマップね、みんなが驚く、やばい裏技なんだよ。いや、これに関しては、ガチ放尿すると思う。ちょ、見てて。ここに置くカイドはさ、みんな、あ、それ、俺、クラン戦でやってます。あ、チームでやるときやってます。というオタク、プロリーグの方いると思うんですけど、これのさらに上があんだよ。俺が、プロリーグじゃねえや。プロチームに入ってたときに使ってた技。ここですね。ここにカイド置くじゃん。これ、マジですごいんだけど、ほら片方ビリビリすんのよ。で、もう一個、この端に置くじゃん。そうすると、ギリギリ、ビリビリすんの。ほら。これ強くない？いや、これこそサッチャーでしか壊せないんだよね。やばいだろ、もうみんな放尿しまくってるでしょ、今。噴水、もう股間が噴水みたいになってると思う。うわー！メルトンさん、うわーってなってると思う。やばくない？この技。最強だろ？もうみんなのことおかしくさせちゃうからな、俺。これに関しては、ランクでやった方がいい。まあみんなね、裏技商標登録しようかなって今頃ね、皆さん考えてると思うんですけどね。俺もなんか、リスナーに攻撃されてばっかじゃなんかムカつくなと思って、最近俺ダイレクトメールで視聴者と喧嘩してるんですよね。最近ね、俺をやったのがね、まああれですね、メルトンさんのキーボードの配置教えてくださいって言われたから、とてつもねえキー配置を教えてやった。JKLI で移動とか、あ、いた。マンティマンティ。もうなんかそんな感じのクソみたいなキー配置を教えてやった。なんかその地味な嫌がらせして、俺視聴者に対抗してるんですよね。マジで許しませんからね。え、なんか今モンタ通んなかった。あ、ちなみにね、TCSG 壁破壊能力すごいから、こうやって壁壊して、あ？なんで弾つけた今。カムイすんな。カムイじゃねえんだよ、お前。すごくない？TCSG ガチの壁破壊能力向上しすぎて、超遠距離からデカ投げてカバーできるんだよね。だろ？ガチだろ？ほら。俺の言ってること本気だからな。壁の種類がある。壊しやすい壁が3層にあるんだけど、3層のこの壁は、こういう系の壁は全部ぶっ壊せるようになったんだよ、遠距離から。だからこれが強化点だからな。みんな俺適当に言ってると思ってるけど、結構違うから、ね。サンルームっつってる。おお、俺に起こせよ。いやでもちょっと見せられたらよかったわ。これ強くない？いや、ランクでやったら絶対わかんないよ。クラン戦単位でやってもバレなかったから大丈夫。皆さんね、俺今このボムでめっちゃうろちょろしてるんですけど、実はバーゴラクでカイド、え、なんかいない？てめえ何お前不法侵入してんだよ。いや、お前は絶対帰ってくる。ラペリングして、いや、ラペリングして紐のとこで俺エイム置いてくる。いや、なんか破断ではしごかかってきたわ、びっくりしたわ。はい、皆さんね、話の続きなんですけど、バーゴラクのボムの時、カイドのポジションは一つもないんですよね。もう話すことなくなり、あ、ありました。誰かがなんかね、こう、商売道具かのように有志説置いてくれましたね。はい、これですね。こういう感じで、壊れない位置にカイド置いとくと、ドローンが回った時に壊してくれる。勝手に電気で壊れるっていうね、仕組みになりますね。いや、よかった。いや、もう実際話すこともなくなりましたね。え、待って、マジで無音なんだけど。話すことはもうありません。待て。まだこれだな。20メートル、30メートルぐらいだったら、この壁でも全然バカすか開く。だから味方に、おい、そこ穴開けてみろよっていう時に、超遠距離で、こうやって開けて、カバーラインを引くっていうことができるんだよね。で、この距離は無理。確かね、開くの30メートル、40メートルぐらいだったよ。
それぐらいの距離なら開く。廊下か？開いた！ほら、壁破壊能力強すぎて貫通ダメージも高い。はい、ということで皆さんね、このショットガン次で使いましょう。メルトンでした。バイバイ。